というわけで次に行きます。次はこちらです。お、いいですね。バン、津軽、総力特集、津軽外三宮市の謎と超古代荒はばき王国、はい、青森、日本のね、超古代もの、はい、ですよ、来ましたね。まずね、荒はばき、はい、知ってる？荒はばき、名前はやっぱりムーミンだと知らないことはないんじゃないですか。ただそれが何かって言われるとちょっともやっと、もやもやもやっと、ちょっと言いづらい。これもあれだよ、ムータンに出てくるからね。ムータン、そうですよ ね、 うん、これ荒はばきって神様の名前なのね、基本的に、はい、だから、ね、あれですよ、変な話、うん、日本書紀、古事記出てこない。あ、そうですよね。大体ね、神様っていうのは古事記、日本書紀っていうのは、まあ、原点とか聖典なんで、うん、大体神様出てくるんだけれども、荒はばきというのの神様出てこない。はい、一体何の神様なのかはっぱりわからない。うんうん、で民族学者の台頭である柳田邦夫大先生も調べたんだけど、わからんと、この神様は、うん、だからもうね、サジを投げてる、うんうん、どっから来たんだこの神様ね。うん、まあ、というのも荒はばきという名を冠した神社はね、いっぱいある。結構東日本にね、その例えば宮城県の多賀城市なんかにも荒はばき神社っていうの、うんうん、あとその末社とかね、拙者みたいな形の中で境内の中でこう祠がになってるケースもあるんだけども、やっぱり荒はばき神社って結構ある。 あるんです ね、 ね、うん、ただ荒はばきもね、ちょっとね、なまったり転化してね、はい、その荒磯崎神社とかね、あ、そういうのも荒はばきに入る、ところね、おそらく多分ね、これ地名なんかもそうなんだけども、その茨城にね、荒川沖っていう地名があるんだけども、うん、あれもひょっとしたらね、荒はばきなんじゃないかなとね。秋葉原もそうなんじゃねえのって、ね、そこまで行きます。まあそういう地名というか、そういうのが残ってるんだよ、名残というかね。あ、そっかそっか。だからそこに王をつけてね、大洗磯崎神社って、これは茨城の方にありますけど ね、はい、ね、大洗といえばね、あれですよ、もうガルパンの聖地ですよ。おお、ガルパン知ってる？じゃあガルパン、ガルパン知らないです。え、パンツじゃねえよ、ガラパンじゃねえよ、うん、ガルパン、あの戦車がこうガガ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 ガ、知ってます知ってました、ね、はい、なぜか最後温泉入ってるっていうね、うんうんうん、よくわからないアニメの、ね、その聖地がね、荒川す、あ、大洗のね、あそこなんだ。はー、なんでこの神様って一体なんだろう。はい、この神様についてはっきり書いてるのがこの津軽外三宮市なんですね。へー、これはまあ歴史書、民族、まあ、風物詩、はい、ただ古式古典と呼ばれるように、学術的には義書ね、後世の人が勝手に書いたんだと、はい、本当の歴史書じゃないっていうのが、うん、まあ、評価なんだよね。そうなんですね。まあ、内容はというとですね、津軽、はい、もう東の日の流れるって書いてくる津軽っていうのね、はい、うんうん、外三軍、まあ、ごくごく大雑把に言うと青森県の西側 の、 その津軽半島、はい、津軽半島の古代史、はい、そのそこには土佐港って十三湖っていうね湖があるんですけども、うんうん、そこに栄えた古代王国の物語というか歴史なんだよね、はい、うん、ただね、これをまあ世に出したその御所河原というところのね、はい、その文章をこう、まあ、保管したりとかね、継承してきたということになっている和田家、はい、この和田喜八郎という人物、はい、うん、これがくせ者なのよ。おう、これがもうね、その方が第一発見者っていうか、自宅のね、屋根裏からこう出てきたっていう話にはなってはいるんだけど、もうね、なんだろうな、やもう山氏じゃないけどね、はい、なかなか食えない人でね。へえ、おそらくまあ津軽外三宮氏は、はい、この和田喜八郎が偽造したものであるっていうのがほぼ、まあ、否定派というかね、違反する側の、まあ、
定説というかね。じゃあ和田さんが書いた。そう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 。うーん、もうああいうものないかな、ひょっとしたらないかなっていうふうに言うと、そういうは出てきたってね、すごいこう出てきましたって、書いただろお前みたいなね。何冊もあるんですね。何冊もじゃあ結構な量あるんだよ。ああ、じゃあまあ偽証だとしてもものすごい才能なんじゃないですか。いや、まあ、そういう、まあ、確かにすごいのよ、内容的にもね、すごい、もう分量もそうだしね。あ、まあ果たしてそのね、はい、まあ、もちろん大学とかさ、はい、言ってるわけではないこの和田喜八郎がそこまで書けたのか、全部作り上げることができたのかっていうのは、はいはい、まあ、確かに疑問である。うん、それだけ内容はすごくしっかりまあ、しっかりというかなかなか、まあ、ぶっ飛んだ話もあるんだけどね。ビッグバンが出てくるとかね、進化論が出てくるとかね、んなこと古代に言うのおかしいべみたいなね。古代でビッグバン、ね、ビッグバンってビッグバンって書いてあるんですか。さすがにそこまでは書いてないけどね。このような話もありは大きな爆発だみたいな。まあいろいろもちろん擁護する方はこれはね、はい、もういわゆる最近近代になって見聞きしたものであって、うんうん、はい、まあ、当然ながらそのビッグバンというのはもうそういう考え方はすでに、ね、発表される前にあったんだとかね、うんうん、進化論にしてもチャールズ・ダーウィンじゃなくてエラズモ・ダーウィン、はい、ね、父ちゃんのすでに言ってたと、うん、だから歴史的に、まあ、確かにこう時代的にね、まあ、なんとか戦後戦がつくんだみたいなね、まあ、言い方はするんだけど、はい、まあ、これはね結構論争になってね、まあ、まあ、最近もね文庫版で斉藤さんっていう方、これ東日報の記者ですけれども、はい、もうケチョンケチョンにねもうこれでもかっていうぐらいに批判してね、まあ大体腰子伝の超古代史ファンの中でもね、津軽外三軍史ももうさすがにもうさここまで書かれたらもう偽書でいいんじゃねみたいなね。あ、そこまで言われてるんですね。もうそのぐらいのね、まあ、劣勢というか、うん、ただ信じてる方もいらっしゃるということは、例えば紙の質とかすごい昔っぽい、まあ写本なんでね、その和田喜八郎がこう写本で写したっていう、だからその筆跡もね本人の筆跡であるみたいなところはね、まあ言い方としてはあるわけね。じゃあ原本はどうした。そこだよ。どうしちゃったんですか。原本だからそこなんだよ、はい、ポイントはそこ出してくれれば原本出せと、はい、そうですよ。いや、あると、はい、原本あると、江戸時代の原本あるんだと、はい、ね、出してよ、完成時代にかかるから原本あるんだ、はい、ちょっと見せるだけでもいいのに、ね、っていうね、うん、あるけどちょっと見せられないんだよ、本当に大事なもの見せられない、見せられない、それも、まあでも、まあ検討はするけどちょっと見せられない、見せられないっていうのが続いてね。あ、そうなんですか。でまあ、いろいろこう否定派とね、その擁護派によってこの論争のまあすごいなったんだよ。まあ特にその擁護派としてはね、古田武彦大先生っていうね有名な方も亡くなっちゃったけども、この先生がね最後までこう擁護していて、でその原本もねついにその古田武彦先生によってねちゃんと世に出たという、研究所どうだこれが完成原本じゃっていうね。出たんですか。まあ、もちろんそれに対してもいろいろ批判はあるんだけど、とにかく原本が出てきたということで、はい、またね、まあ、一部その擁護派というか、はい、そちらの方がちょっと盛り返してきたなという。うーん、だからそれに関してもね、いろいろ細かくさ、こんなこと言ったってさ、筆跡云々って言うけども、もうどうせあれも偽書だよみたいなね。でも県民としてはどうなんですか。いや、これはね、これはね、いろいろ地元もね、はい、いろいろね大騒動になってだからぶっちゃけた話ね、その当初ねその関わってた人たちはもうね、はい、もういいと、うんうん、津軽外三軍師はもう触らないと、もうその話はやめみたいなね、ぐらいな、なんていうかな、雰囲気というかな、なってたんだけども、はい、ただね、はい、確かにね、和田喜八郎一人だけでこれやったのかっていうとね、あまりにもその分量が多いのと、テーマがね、はい、多岐にわたるのと、全部創作したにはちょっと疑問符があるなと。で結構その秋田隆盛っていうね、はい、人がいろんな語り部だとか、まあ、当時のね、うん、その江戸時代の伝えられてきた昔の話を収集していくんだけども、語り部っていうと、まあ、東北だとね、いわゆるその霊能者、はい、いわゆるイタコだよね、うんうん、イタコだとかゴミソとかね、
はい、まあ、地元でも神様とか呼ばれているような、まあ一口で言うと霊能者であり、はい、まあ、占い師であり、うんうん、そういう昔からのことを語り継いでいる人たちね、はい、語り部で、それをこういっぱい書いてるわけだよね。はあ、でその中にこの荒はばきって出てくる。へえ。もう昔はその東北には遊べ族がいて、そこに大陸からつぼけ族がやってきたりとかね、はい、いろんな構想の末に、うん、あの西の方から、うん、その中央の方からですね、いわゆる邪馬台国、うん、ね、邪馬台国の王様であった阿鼻彦と長曽根彦という兄弟が東北に逃れてきて、そこを統一して荒はばき王国と、まあ名付けたわけでね、荒王国があったと、東北にあったと。でその荒はばき王国の神様、これ3つあるのね、大きな主神が。天と地と水の神って、水天地人じゃないところがね、まあ味噌なんだけど、その3つの神様を総称して荒はばきで絵が載ってるわけよ。その絵が遮光器土偶、遮光ちゃん、遮光器土偶なんで、 これなんですね、遮光ちゃん、はい。だからまあこの辺りね、今の岩手の作家のですね、高橋克彦大先生ね、はいはい、NHK の大河ドラマのね、元本を書いたと、穂村立つっていうね、はい、ね、あの中でね、遮光器土偶が出てくるわけよ。ほう、遮光器を祀って荒はばきの神じゃとかね、うん、大河ドラマになったんだよ。大河ドラマで、もう遮光器土偶は遮光ちゃんが荒はばきだ、イコールに最近なってしまった。最近というか、もう何年かな、もう20年ぐらい前なのかな。すごい、まあ、高橋大先生もそのぐらいの思い入れがあるというか、はい、じゃあその荒はばきっぽい神社たちがあるじゃないですか、はい、そこのご祭神というか、それは遮光器土偶っぽいやつがあったりするんですかね。それは確認はされてはいないんだけれども、遮光器土偶って縄文だからね、縄文時代なんで、そうですね、もう軽く、まあ、縄文晩期だとしてもね、結構ね2000数百年前みたいなね、あっちゃうんで、神社に果たしてそこまで残ってるかどうかっていうのね、はい、あるんだけど、とにかく荒はばきという謎の神のことについてはこの津軽外三国志にちゃんと書いてるわけよ。これだけはまあ事実なんでね、はい、でだからそういう、ただ単に偽書というには何かしらその抹殺されたね、はい、まあ、中央で抹殺された、封印されたような古代史が反映されてるんではないか、おー、そういう言い方は確かにあるんですね。でね、今回もね載せてるんだけども、はい、じゃあ本当にね、その津軽外三軍師って、もうね、和田喜八郎以前にあったのかと。そうそうそう、まあ、原本とは言って、まあ、原本にもいろいろこれ批判はあるんだけども、うん、本当にあるのかないのか、もうそこだよ一点、うん、和田喜八郎置いといてあったのっていうところに関してですね、はい、これ実は面白い話があって、へー、この和田喜八郎っていうのはね、生まれが1927年、まあ戦前だけども、はい、1927年だけども、それから7年ほど遡る1920年に小説、はい、一つ小説がね、あるんですよ。一つの空想っていう小説がある。これは田山花太っていう人がね書いた小説、はい、あくまで小説ですよ、小説なんだけども、その小説の内容が東北のね、はい、ジーコって、ジーの湖って書いてジーコ、ジーコ、ジー、まあ、アルファベットのジーに、まあ、伏せてあるんだけども、そのジーコにかつて失われた帝国があったと、王国があったっていう、そう記した書物が出てくる。ほう、それは登場人物の家に代々伝わっている宝物であるっていう。ほう、でそれをこう見るとね、聞く内容を見ると明らかにこれ津軽外三軍師だべ。そうですね、和田喜八郎が生まれる前なの。へー、だから確かにこれは小説という手は通ってはいるけれども、はい、このね、うんうん、この田山さんはね、
何かしら情報を知ってたんじゃないか。そうですね、まあ、プロトタイプの現津軽土佐藩士っていうのは存在して、うん、そのことを知ってそのことをもとにこの小説を書いたんじゃないか。うーん、これは結構ねまだまだ追求論争してもいいテーマではあるんだけども。じゃあ和田さんが何かね偽物だったとしても、まあ、まだもっと昔に、ね、どっかに眠ってるかもしれない。だから1にも2にもこの和田気が散るなんか振り回されてる感はあるんだけれども、あえてそれとは別なアプローチでね、はい、津軽外山軍師っていうのはまあ、まだまだ研究する余地はあるという、でも面白いですね。でも東北ってあの日本中心の日でかあったりとか、そうね、青森に日本中央ってあるでしょ、ね、そうだ中央のね日とかあったり。でもだってキリストの墓までもう、まあねね、を信じちゃう、ね、信じちゃってるって言ったら何バカしてんの。ちょっとバカしてないです。あの売りにしてるんだから、売りにしてるもういいじゃないですか、ね、いいじゃないですかってバカしてんだろ。アラハバキ王国、うん、でね、あのこの、はい、要はそのアラハバキ王国、はい、まあこの津軽外山軍師によれば大和朝廷にもね、はい、実は匹敵するぐらいの力があって、だから初代の神武天皇がいるけども、その後のこの10代の10人の天皇ね、うん、はい、このうちの何人かは、はい、アラハバ貴族じゃない、大和じゃないんだ。実はルーツはこっちの東北にあるっていうことも書いてる、はい、これもなかなかねすげえ内容なんだけども、ただ考えてみるとね、はい、これね日本書紀にね、これ竹内の宿根の部分に出てくるんだけども、竹内の宿根が越の国新潟の方に行った時に、こっから東北の方に非常に土地が肥沃でね人々がたくさん住んでる国、日高見国があるって書いてある。ほう、日高はこの日に高いに見るっていう、これ日高見、はい、うんうん、これ日高見っていう地名は茨城とかで今でもあるんだよ。そこに有名なのは北上川、北上川ってあれ昔日高見川って言ってたの。ほう、だから北上川にあのかかる橋なんかで日高見橋とかあるんだけど、だから日高見っていうのは昔の東北地方の 別の名前であることはもう学術的にもそれは分かってる。この日高見国こそ実はこの荒幅き王国、うんうんうん、だったんじゃねえ、はい、みたいな、うん、そんな気がしますね。ということね、結構ねあれなんだよね、その日高見国っていうのは日高見国へ至る道のことを日立っていうね、はあ、日立、だから茨城県もっと言うと、まあごくごく大雑把に言うと関東から伊北は日高見国と、まあ、もっと大雑把に言うと東日本は日高見国という国だって、大和じゃねえの、はいはい、つまり古代において日本というのは大和朝廷が支配する和国と、はい、ね、荒幅き王国である日高見国という2つの国がある、2つの国がある、2つ、へえ。考えてみると、その例えば天皇陛下の即位なんかで大嘗祭って、その大嘗宮って作るんだけども、2つ作るんだよね、うんうんうん、2つ作るわけ。それっていうのはもともと日本っていうのは2つの国からなってたんだっていう名残じゃないかと。これね、実際ね、中国の唐の時代ってあるでしょ、遣唐使の唐の時代に、はいはい、そのことを書かれた、まあ、大体その中国の歴史書っていうのはその後の王朝が書くんだけども、うん、その唐の時代の書物に九唐書、まあ、旧の唐の書物と新しいの唐の書物、九唐書と新唐書っていう2つある。うん、この中に和国のことが書かれる。うん、和国は いつの間にか日本と名乗るようになったと。もともと和国って言ってたのに、大和って言ってたのに、はい、なぜかある時日本と名乗るようになった。もともと和国と日本という国は別の国で、うんうん、これはね面白い、あの新唐朝と九唐朝で逆になっているんだけども、和国が日本という国を併合した、もう一方は日本が和国を併合した書いてるんだけど、いずれにしても統一したって話よね。うんうん、っていうことは
対等合併のような形で唐の時代には日本という国ができたっていう、はい、できたっていうことだね。じゃあ日本ってどっから来たの名前はというと、その日高民国。だからそのさっき言った荒幡王国のその将軍は日の本将軍、日の本であったりとか下って書いたりする、ね、うんうん、だから青森に日本中央、日の本中央という石があるわけ、ね、だから日本はもともと東北だもともと青森が日本だったの。あ、そうですか。荒幡幕府の、はい、うん、それがね、うん、征夷大将軍とか言ってね、はい、こう、うん、ね、はい、もう征服されちゃったからそうですよね、ね、こうなっちゃったっていう。あ、まあでも実際歴史的にね、はいはい、あ、まあ、北海道を別にして沖縄を別にしてですね、日本列島がその一つの中央集権によって完全に統一されたっていうのは戦国時代なんだね、うん、あ、はい、戦国時代、これをもってだから秀吉だとか、はい、まあ、徳川、まあ、関ヶ原も含めて、うんうん、この時初めて日本列島が一つの国としてまとまったと。ほう、だから必ずあるじゃん、その、ね、関ヶ原も東軍と西軍、うんうん、相撲だってそうじゃん、東西でしょ、はい、なんかこれなのよ。へえ、じゃあ対等な国。そうそう、うん、まあこれはまあ一つの説だけども、だから大和でしょ、大和朝廷っていうでしょ、うん、近畿地方のこの、はい、だからまあ果たして畿内にあったのか九州にあったのかは別にして、はい、この大和っていうのは明らかに邪馬台国の継承国なのね、邪馬台国、はい、で魏志倭人伝によると邪馬台国の支配者は女王卑弥呼、うんうん、でその卑弥呼ともう対等に戦っていた、邪馬台国と対等に戦っていた国っていうのがあって、はい、それがクナ国っていうね、クナ国、そのクナ国の王様は卑弥呼っていうね、卑弥呼とかね、卑弥呼、はいはい、なんか卑弥呼にね、うん、こうつけたんだね、卑弥呼、卑弥呼ってね、なんか似てるなとあるんだけども、とにかくもう要は邪馬台国とクナ国っていう大きな2つの国がね、もうすでに3世紀の時点でもうあった、はい、まあその九州説に基づくとそのクナ国っていうのはね、その鹿児島とかね、そっちの方になるんだけども、うん、ひょっとしたらこれ東日本のことじゃないかっていう説もある、ね、うーん、東海からずっとこっちの東日本はクナ国だった、はい、あ、でそう考えるとね、すっきりするんだよね、うーん、うん、2つの国だよ今もね、なんか東日本、西日本って、まあ、2つに分けちゃう部分あるじゃないですか、うん、その名残かもしれない。ちょうどね、フォッサマグナの西、ね、糸魚川静岡構造線のここを境にしてだいたい文化違うじゃない、餅もさ、丸かったり四角だったりとか、そうですね、変わりますもんね。あ、まさにあそこを持ってね、多分邪馬台国と久那国、あ、でそれが大和と日高民国に、へえ、面白い、うん、だから、ね、なんかそういう、そう考えればね、はい、だから今は東京でしょ、うん、京都に対して東京でしょ、はい、で京都のね、あの神道の中心、まあ伊勢神宮、はい、ね、最新は天照でしょ、うん、で徳川の、ね、江戸城があって江戸幕府、はいはい、で日光あるでしょ、うん、日光東照宮、うんうんうん、東照宮、日光、ね、これあの訓読みすると東テラスだ、そうですね、うん、だから伊勢神宮は天照、こっちは東照っていう、はい、うん、だからもう綺麗になんかこう対応してるんだよ ね、 なんかね、そうですよね、だからそういうもともと日本は2つの国からなってたんだ、大きくね、はい、そういうことを考える、実はその資料でもあるんでね、うーん、で面白いのは、面白いっていうのもあれなんだけども、まあ今でこそね、そういう考え方とかいろいろありますけども、その津軽外三軍師はね、本当にね、こんなね、あるのよ、絵が、線引いてね、日高民国と和国ちゃんと分けてますね、だからね、まだまだね、まあもちろん
まあ、の研究の仕方っていうのは、まあ、偽証は偽証でいいでしょうね、偽証でも偽証の中にどれだけその真実というかな、そうですね、埋もれてしまった歴史的事実が残っているのか、うん、それをこう、ね、うんうん、洗い出す作業というか、うんうん、研究というのはまだまだ、ね、はい、やる価値があるんじゃないかな、いや、ある気がしますね、うん、まあ、そういう意味で今回はね、はい、津軽外山主の特集でね、まあ、あの取材してあのいろいろ来ましたけどもね、はい、うんうん、まあ、弘前のね、この津軽外山軍師の支持者の人たちは熱いね熱い熱い、もういろんなもう情報、もう熱量がもう、うん、まだあるよまだあるよって、もうクソーみたいなねもう地方のやつらにもね、本当はこっちが絶対負けねえからな、こっちが中心なんだっていうです ね、 ね、あ、もうちょっぱり魂をね、もらってましたねそうなんですね。なので、もちろんね、そのコシコデに興味ある人も、うんうん、もちろんこれが偽書だっていう思ってる人も一度読んでいただければ、ね、そうですね、最終的な着地点として、うんうん、かつて日本は2つの国家から成り立ってたっていう、ね、いや面白い、ね、まあ、何かしらをヒントにした部分はあるでしょうから、だから荒幅宮のね、はい、荒幅宮っていう名前は実際に今でも残ってる。そうですね、じゃあ西にはあんまり荒幅宮はいない、全くないわけじゃないけど、ほぼない、東日本に刀を打ってんだよね、関東でもあるんだよね、氷川神社の抹茶なんかにあったりとか。お、一説にはね、これはほぼ都市伝説に近いけど、皇居の中にその荒幅神社のここらがあるって話があるんだよね。そうなんですね。まあ、皇居でね、ご奉仕されてる方も探したらしい、まだね、確認はされてはいないんだけど、もっと早く言ってくれれば探したのに、ね、はい、という噂があるね。どんな祠なんでしょうね。まあ、だからもともと江戸城ですからね、あそこはね。あ、そっか、太田道館が作って、そこに荒幡神社が祀られていたとしてもね、うん、それもね、まあ、不思議ではないかなという。神社祠ゆえにね、皇居になったとしてもちゃんと大切に祀ってるっていうね、うんうん、その可能性はあるかなとは思うんだよね。そう、荒幡の神様は女性ですか。そのいわゆる男性女性を超えたところの神様、うん、さっき言ったあの3人の神様、天地人、石かほのりがこってね、はい、のカムイ、うん、石かほのりがこカムイっていう、うんうん、石かカムイがこカムイほのりカムイという、うん、この3人の神様っていうのは、この3人っていうのまた気になるよね。そうですね、3人で1つで荒幡なんですね。で、シャコちゃんですって。うん、このね、またね、そうそうそう、はい、わかりました。なのでぜひ、はい、ご興味のある方は読んでいただければと思います。はい、チェックしてみてください。